ヤスタケがスニーカー大好きで、それを全部スニッカーズに変えてみたっていうドッキリ。すいません、なんか、むっちゃ炎上したんですよ。理由を言うと、その宝物何しとんねんっていうのもあれば、一番の理由は、ヤスタケの宝物を僕が存在に扱ってしまったんですよ。これで僕一回謝罪したんですけど、その仕方ってどうやったらよかったんかなというか。しなくてよかったんじゃないかな。ヘス。炎上ってそもそもネットの人口のうち 0.47% しか加担してないんですよ。で、同じ人が複数のアカウントとか思ったりして、ガンガン書くんですよ。で、これで、多くの人が、炎上させてるなって思い込ませるんですよ。そうすると後から他の人がついてきちゃうだけなんですよ、はい、だから基本はスルーがやっぱ一番いい。謝罪せんでよかったんすかあれ。それやるぐらいだったら別な動画とか別な企画で仲良くしてるところを映すとか、ああ、宝物をやっちゃって炎上してるなって思ったらスニーカー1個プレゼントすればよかったんです。あ、だからその謝罪動画でプレゼントしたんです、はい、そしたら謝罪しないでそれだけやればよかったんですよ。あー、そういうことか。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。